今月7日に神戸とのプレシーズンのために来日したインテルマイアミ。結果は PK 戦で神戸に敗北し、 MLS 開幕に向け不安が残る内容に。そんな今のマイアミの実力がどんなものなのか、気になりすぎて騒がしい当チャンネルは、今回とある大阪芸を使い、インテルマイアミを J リーグに潜入させ無敗優勝できるのかを検証。今回マイアミは町田ゼルビアとして J1 に参戦。では早速神戸との開幕戦を見ていく。サイバーエージェントの支援もあり、 J1 に参入できることになったマイアミ。果たして彼らのサッカーは J リーグで通用するのか。すると前半立ち上がり、マイアミはスアレスを起点にしながらボール支配率を高めると、18分、マイアミが相手のポケットを取り決定機になりかけるも、ここは神戸の本田が立ちはだかる。それでも4分後にはモタがミドルレンジからゴールを狙い、マイアミがファーストシュートを放つと、試合はロスタイム。ゴメスがいい場所に走り込むと、最後はこのクロスにスアレスがニアで決め、マイアミが観客を奮い立たせる先制弾。メッシと共闘するためにマイアミに移籍したスアレス、彼は神のためならどこへでも飛んでくる男なのだ。そして実りの多い前半が終了。マイアミが1点リードでハーフタイムへ。だが試合は後半に入ると、武藤が何の恨みがあるのかは不明だが、マイアミ守備陣に牙を剥き、フォワードとしての本能が目覚めるも、なんだかんだこのまま試合終了。マイアミがプレシーズンでの借りを返し、開幕戦を白星で締めた。そんな視界良好なマイアミ、次節の相手は昨季12位の札幌。まだ仕上がりが不十分の中、いいスタートを切ったマイアミだが、試合は3分、アルバが中に絞るのが遅れてしまい、最後はスパチョークにゴールを脅かされ、前半序盤から慌ただしいマイアミ。それでも10分、左のアルバが中の様子を確認しクロス、最後はテイラーがドフリーでヘッドも、これは惜しくもゴール右にそれる。さらに22分にはマイアミがバルサを彷彿させるティキタカを見せ、あの頃の記憶が蘇ると、試合は26分、札幌のキーパーが相手陣内でリスクあるフリーキック、これをクリアしたマイアミは無人のゴールにシュートも、これは焦りすぎたせいで枠を捉えられず。その後マイアミはアルバの裏を狙われるも、しっかりしのぎ前半終了。マイアミが無失点でセカンドハーフへ。試合はエンド変わると、前半シュートゼロのメッシがロングを放ち、ゴールへの期待感を高めると、82分、メッシのクロスに安子名がバイシクルシュート、ボールは上空に舞い上がるもゴールに入り、マイアミがレア度が高いゴールを記録。やはりメッシがゴールに関与すれば何かが起こる。それがこの一発で見事に証明されたのだ。先制後もマイアミは攻撃の手を緩めず、追加点への姿勢を一切崩さない。だが試合はアディショナルタイム、ミラーが敵陣でありえないとラミオシでかすと、札幌に DF ラインの背後のスペースを使われ、最後は鈴木武蔵に痛恨のゴールを許し、マイアミが最後の最後でやらかす。たった一人のミスが取り返しのつかない事態に発展。いくらメッシがいても守備がこれでは目も当てられない。これによりマイアミは2ポイントを失い、先が思いやられるドローを記録した。その後マイアミはなんやかんやありながら勝ち点を拾い、ジュビロにロースコアで勝利するも、次節のマリノス戦、マイアミは再び守備の対応に問題が生じ、恐怖に怯えながらマリノスとドロー。こんなマイアミを見続けるのは不安でしかないので、やむを得ないがここでシーズン終了までスキップ。果たしてマイアミは一度も負けず優勝できたのか。惜しすぎる。2位神戸に雲霊の差をつけたものの、些細な1敗が足を引っ張る形に。ちなみにその1敗した相手は FC 東京。さらに J2 に転落したのはガンバ、札幌、レッズの3チーム。気になる得点ランクではメッシとスアレスが2人で56ゴールを叩き出し、J1 を完全に席巻。さらにブスケツが18アシストでアシスト王に。そしてベストイレブンには納得の4人が選出され、メッシは J1 での活躍が評価され AFC 年関西優秀選手に。しかしチームは ACL であるヒラルに敗れ、
ベスト8で敗退。それでも天皇杯は根気強く勝ち進み、決勝でレイソルを迎え撃つ。試合は前半こそ動きがなかったものの、後半中盤あたりからマイアミが本気を出し始め、一気に点差を2点に広げる。その後レイソルに一矢報いられはしたが、このリードを守りきり勝利。 ACL での屈辱を忘れさせる今季2冠目を達成。結果的に総合成績ではメッシとスアレスは突出した数字を残し、日本での観光シーズンを終えた。ということで検証結果、マイアミは ACL に弱いでした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたらコメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。